朝上がってまいりました。今週のタイタンリーグのお時間です。1回戦はまたフレイスさんか。2回目ですでにおなじみの顔合わせみたいになってますね。とにかくやったことある人だと安心だよ。手の内わかるしな。本日は先にネタバレしちゃいますと2本立てなので、一度対戦したことある人は早送りにしてみたいと思います。動画の時間長くなっちゃうとあれだみたいなやつか。まあいろいろ諸事情がありまして、当日に開催されているスサノオサバの CS 動画も作り始めたのですよね。そちらの編集に思いのほか労力を割かれたために、タイタン動画ばかりに時間を割いているわけにはいかないのです。じっくり見たい人は YouTube の再生速度下げるか、黒船さんのところの動画見た方がいいな。またそんなこと言ってただでさえ視聴者少ないのにそちらに流れてしまうではないですか。でも、毎週同じことやってると飽きるだろ。視聴者も新しいものを求めているのだよ。申し訳ないが一度勝利を収めた相手の動画は割愛する流れで。勝者の余裕ですか、勝ったり負けたりすると思うのですが。それでも1試合解説入れると1時間くらいかかるだろ。1回戦突破して2試合になるとそれだけで2時間だ。ないとは思いますが、勝ち進んで3回戦とかになるとそれだけで大変ですものね。組み合わせによっては3回戦もあるだろ。一応最高で3回戦行ったことあるんだからな。それって2回戦嘘したんでビギナーズラックのまぐれ勝利したやつですよね。ああ、まだタイタンで初めて右も左もわからない状態だったな。そんなので生実家買ってしまって味を占めたのですね。スロットでちょっと座ったらいきなり満杯出ちゃったみたいな勢いな。それ確実に中毒患者の勢いですよね。そう、それから勝利の味が忘れられなくてタイタン通いが始まったのだ。でもここのところはスランプ脱して1回戦は突破しているじゃないですか。組み合わせに恵まれている部分もあるがな。いきなりトップランカーと当たったりすればそれで終わりだ。そうならないためにはたくさんの参加者がタイタンに出る必要がありますね。常連ばかりだとマジできついからな。新規を求めているのだよ新規を。そこでマシュマーさんがこんな装備でも勝ち抜いちゃうんだってのを証明して、これ俺もいけるんじゃねみたいな希望の星になろうとしているのですね。敷居を下げれば裾野が広がって参加者増えるから結果競合と当たりにくくなる。消極的なのか積極的なのか分かりにくい戦略ですね。とにかく勝ちたいんじゃ。ただ勝つだけじゃ意味ないですよね。明らかに自分より勝ち下倒してもしょうがないし、タイタンに出てくるくらいだからそれなりに腕に自信あるだろうし、そんな猛者どもに少しでも勝利できればそれでいいのだ。実際スサノオの現役タイタンリーガーと練習試合すれば100回やって100回負けてますものね。マジで勝てる気しねえな。そんな彼らもタイタンに出れば初戦敗退とかありえるんですから、他の奴らどんだけ強いんだよって感じだな。明らかに言えることは、今更新規参入してきたマシュマーさんの居場所はないってことですね。超夏日のリーガーって肩書きがあるでしょ。大相撲で言ったら一の重みたいな感じですか。すげえわかりにくい例えだなそれ。下の方では俺強いしてやたら勝つけど上位と当たるとチンチンにやられる。ひどいこと言ってるな。一の重ファンに怒られるぞ。大丈夫です、私は一の重ファンなのでそれも踏まえて好きなのです。あの初めの頃にいきなり横綱大関バサバサ倒した快進撃が忘れられないのです。マシュマーさんは横綱大関倒してないけどな。今のタイタンでいきなり彗星のごとく現れコチョコさんとエピオンさん倒したとかあったら、それだけでもう英雄ですよ。それこそそのリーガーめっちゃ人気出るだろうな。黒船チャンネルでその人の対戦動画の再生数だけぶっちぎりそうですね。そんな英雄がこれから現れる日が来るのだろうか。いつだって時代は移り変わるのです。栄枯盛衰があるのです。正直強い人が引退して初めて次の世代にバトンが回ってる気もするが、まるで大相撲の世界ですね。一度横綱まで上り詰めたらもう負けられないみたいなあれだな。タイタンのいいところは誰でも参加できていつでも横綱と戦えるところですよね。そういう意味では敷居は低いしハードルも低い、だが参加者は少ない。もっと軽い気持ちで参加してゲッチンしようくらいのノリが必要なのかもですね。
みんな負けるのが嫌なんだよ。誰だって負ければ気分は良くないですしね。負けてそこから這い上がろうなんて粘り強さ持ったやつも少ないしな。それめっちゃ諦め悪いとか粘着質な人ですよね。なんかマシュマーさんのこと悪く言われてるみたいで嫌だな。では、よく言い換えれば不屈の精神を持った人ということで。折れない心、それが大事。あと、たまに勝って勝利の味を噛みしめる。マシュマーさんの心を救ってくれる対戦相手に感謝です。ちょ、いきなり横綱戦来ちゃったよ。コチョコさんとか現役最強リーガーの一角ですからね。西の横綱東の横綱って感じだな、こや。この間もエピオンさんにむしり取られましたし、なかなかの対戦運ですね。視聴者はここで勝利とまではいかないでもいい試合をしてくれることを望んでいるのです。いい試合とは言わず勝つつもりで立ち向かうぜ、オッス。では解説を始めていきたいと思います。マシュマーさんはいつもの3列目被弾なのですが、弓火は走行が弱いと見て直で攻撃をしてみました。この間の決勝でエピオンさんとの試合見たけど直飛対決みたいだったしな。弓相手に杖で直飛とかその時点で終わってますが。G の体力なんだよこれ。一撃で半分くらい持っていかれましたね。マシュマーさんはここで相手が浄化出しているのにもかかわらず正気です。勇気さんが消えてもリープして次また来るからその方が嫌だって言ってたのよね。ぜひの1000倍突破はそのくらいですものね。さすがこの辺はコチョコさん落ち着いています。行動力温存なのでしょうか。いや、浄化出してるから単にスキルの無駄打ち控えただけかと。本当に俺とやる気か。マシュマーさんはここでカゴで守りつつ2発目の正気の準備にかかります。相手にムーがいることすっかり忘れて中列カゴです。ここまでは思い通りに動けてるよな。それにしてもコチョコさんのロロ全然体力減っていません。マジでどんだけ走行熱いんだよな。そして必要にGが攻められ続けます。せっかく回復したのにもう半分切ったよ。この扉は誰もが入れるわけではない。ん？どなたてろ。マシュマーさんはここで物理攻撃メインで仕掛けます。カゴでしっかりと守って G もしっかりガードで回します。恥ずかしいですに。正気とは珍しいパターンですね。ちょ、カゴ消されたまではわかる。ダガーの覇王なんだよ。弓の攻撃も相まってあっさりと G が落とされました。こうなるともうどうにもならない感が漂います。マシュマーさんは無意で前列をリカバリー。動ける人でなんとかするしかないからな。コチョコさんは確実に被弾処理をしてきます。そしてしっかりカゴも忘れません。とどめに相手の行動を封じまくるところまで来ました。これマジで終わってるよな。無意が浄化できないとこまで計算に入れてるよ。どの道行動力も足りてませんしね。
こうなるとほんとやることないオンラインだよな。知る機体戦略のマシュマーさんですから、物理攻撃なんてかがサステイドですしね。それもあるけど相手の装甲が圧倒的すぎるけん。いいところに覇王決められまくってますね。ここで直飛に向かわないところがまだ救いだよな。少しは見せ場作らせてあげようと遊んでくれてるのかもしれません。ちょっと覇王と口なしで完全に封じられてますが、わら。マシュマーさん懸命のリカバリー、そして一矢報えようと渾身の覇王をぶち込みます。あれだけびくともしなかったロロをあそこまで追い詰めたぞ。追い詰める前にロロにカゴさせて守らせた方が良かったんじゃ。行動たっぷりあるのに鳥の浄化で100になっちゃったしな。それユウキさんにも指摘されてましたよね。でもスキル使うには覇王とか邪魔だから消さないとだし、どうしても先に動けない。今回はロロが動かなかったからよしとしましょう。そしてここに来てずっとカゴのできなかったロロがダブルカゴです。なんとか一体は落とせたな。もはやコチョコさんは余裕すぎてロロの消費消す必要すらなかったのでしょう。コチョコさんは小型通常攻撃です。モードを入れ替えてもみんな瀕死だからロロ犠牲になったわ。よし、手本を見せてよ。マシュマーさんは CS の弓飛戦を彷彿させるようなゾンビ回復を始めます。ここでムイが浄化できれば熱かったんだけどな。クールの問題でダメだったわ。それで仕方なしの正気ですか。本当に俺とやる気か。ここまで完璧封じられちゃうと本当なんもできないよな。解放の力を見せる時だ。通常攻撃しかできなくなったマシュマーさんは仕方なくアーサーを攻め始めます。なんとか弓火の前を開けようかなと。それでも半分以上減らせたんですからいいんじゃないですか。明らかに時間経過での減少だろ。ここでコチョコさんは本気を出します。これ本気出されたら最初のターンでやられてた勢いだよな。まさに横綱相撲でしたね。王者の貫禄というやつでしょうか。さあ、君も参加するだけで横綱と戦えるぞ。